こんにちは、カネコでございます。ということで本日の食材がこちら、よいしょ、巨大な天然シマアジということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、天然のシマアジっていうことでね、今日もすごいの仕入れました。このまな板乗せると大きさわかりますよね。こちらのシマアジが7キロアップのシマアジです。天然のシマアジ自体とっても珍しいお魚です。超高級魚、それもこんなサイズはまあ滅多に上がらないです。僕も初めて見ました、このサイズは。もうここまで大きくなると顔もほんとカンパチみたいな顔になっていますね。シマアジは僕も大好きなお魚ですので、今日はこちらのシマアジを使って2品作っていきたいと思います。1品目、シマアジのお寿司。脂のある上品な身と酢飯がよく合います。2品目、シマアジのアラからはとってもいい出汁が出ますので、シマアジのお吸い物、こちらの2品を作って晩ご飯食べていきたいと思います。よし、そうしましたらこちらのシマアジ、この魚はすき引きじゃなくて鱗かきで取っていきます。鱗結構ちっちゃいのでね、味系の魚は鱗飛び散りますんで、シンクの中でやりますね。鱗かきで、ほら、ガリガリガリと、これ簡単に取れるんですよね。わかりますかね、バラ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 って。鱗が飛ぶの気になるようだったら水を流しながらこれ入ってください。とっても鱗離れがいいから、鱗取ってて気持ちがいい。そしたらさばいていきたいと思います。じゃあまずは頭を落としていきますね。さあ、油はどうだ。はい、頭が落ちました。で、今日のお吸い物はこのカマを使っていきたいと思います。で、お腹を割っていきます。うお、いいね、いいね、これ脂バッチリですね。内臓脂肪ビンビンです。そしたらササラで血ワタを落としていきます。ではでは、おろしていきたいと思います。さあ、内臓脂肪がたくさんあっただけに身の方の期待値が高まっておりますね。はい、次は腹に入ったら背中ですね。ガイドラインを1本入れまして、包丁をザザザザザッと入れていきます。まあ、シマアジはとってもおろしやすい魚ですね。わ、いい身してるなこれ。で、ここまで来たら結構硬いので、魚体を立ててトントントンってやると安全ですね。こちら7キロアップの天然シマアジの身です。でね、申し訳ない皆さん、本当こっちもおろしたいんですけど、こういう味系の魚っておろしてしまうと、おろしたところから変色してくるんですよね。なので片側はちょっとこんなに使えないので、骨のついたまま保管しておきたいんですよ。で、食べるときにこうおろして使っていきたいので、こっち側は今日はちょっとお休みします。水気をしっかり取って保管しておきます、こっちはね。はい、そしたら次は頭の処理ですね。まずはカマ外しちゃいますね。カマのこの付け根ですね、ここを1本断ち切ります。はい、ここ断ち切れました。そしたら断ち切ったところからこう包丁を入れて、こっち側と、で、こっち側。落としちゃいます。これはカマですね。で、まっすぐ一本入れて、で、ここのヒレがありますんで、このヒレも落としちゃいます。こういう感じでね。で、胸びれも、これも落としちゃいます。塩焼きとかにするときは、こう胸びれがついたまま焼いた方が、こう立派ですけどね。まあ、お吸い物にするときはちょっと邪魔なので、落としちゃいます。そうしたらこういうところにまだ血がついてますんで、こういうところも掃除します。きれいに掃除。はい、これで一度洗います。そしたら洗ったカマを一度きれいに拭きます。水気を落とします。そしたらこのままだとちょっと大きいので切ります。3等分ぐらいに、こっちは半分でいいか。こちらの切ったカマに軽く塩を振ります。これを10分ほど置いておきます。魚の中の臭い水を出していきます。はい、ではでは10分経過して、だいぶ汗が出てきました。そしたら沸騰したお湯に入れます。で、表面だけ火が入ったらザルにあけます。で、流水で洗い流しながら
残った鱗を爪でカリ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 して取っていきます。これを霜降りって言います。魚の臭みとあと細かい鱗が簡単に取れます。そしたらそこにお水を入れまして火にかけます。そこに白だしで、これで一煮立ちさせます。さて、そろそろいいでしょう。オープン。すごいですね、油がキラキラしてるの分かりますか。ちょっと味見してみましょうか。わあ、うまい。ちょっとこれ殻を出しましょうか。だいぶ出汁は出てますんで、この釜の一番いいところを除いて二つだけで、そこに豆腐残してもあれなんで全部入れちゃいます。これで食べる直前にネギを散らせば島味のお吸い物の完成。さあ、ではでは次はお寿司を作っていきましょうか。腹骨がまだついてますんで腹骨も落とします。わ、この腹骨もね、お吸い物入れやよかったね。ここがね、一番脂が出るんですよ。よいしょ。はい、これ腹骨脂ギトギトです。これは取っておきましょう。そしたら次に血合い骨を取っていきます。背中の方が落ちましたら次はお腹の方。でも血合い骨もお吸い物とかに入れてもいい出汁出るんですけど、あのお吸い物の中でバラバラになっちゃって骨が散乱しちゃうのが嫌なので、どうしても入れたい方はこう丸めて、なんかネットかなんかに入れて出汁だけ取るといいかもしれません。今日はお腹の方は置いといて、背中の方、こっちをお寿司にしていきましょうか。さあ、皮引いていきましょう。うまく引けるかな。島味はこのギンギンを残したいですからね。あったかな、ちょっと失敗したかも。せーの、よ、ちょっとここ残っちゃいましたね。こういう味系のお魚とかはこういう風に皮が残っても、こうやってピンセットでつまんで引っ張ると取れますんでね。そしたらお寿司用に切っていきましょうか。こういう感じ、幅広に。あんまり厚く切ると口の中でごわついてしまいますんで、薄さはこのぐらい、幅広く薄く、厚さは均等に、できる限り均等に。今日はお腹空いてるんで多めに握っていきたいと思います。かなり関数ができるな。もうこのぐらいでやめておくか。そうしましたら酢飯を作っていきます。今日は僕がよく使うこちら、寿司の子使っていきます。粉末状の寿司酢ですね。1合に対して大体大さじ1杯ぐらいなんで、まあ大体こんなもんでしょう。どれどれ味見しましょう。うん、いい塩梅だ。甘くて美味しい。で、手酢を作ってわさびを出します。手酢をつけて、そしたらネタを持ってわさびをちょんとつけて、今日はシャリを小さくシャリコマでいきます。シャリ玉になったら置いて寒天させます。で、握って添える。こういうやり方もね、あるみたい。こう握って人差し指を添えて、あとはこっちの手を振ってあげるだけ。それで簡単に握れるみたいですね。ほい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 。僕はね、こういうわさびつけてシャリ握って置いて反転させて、二つで押さえて、で、親指でも押さえて、形を整える。で、反転させて、形整えて、こう、形整えつつ、こう。こういうのも好き。こういう握り方があるのかどうかも知りませんけど。まあ、最終的に形になってれば OK なんでね。
はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。サクッとお刺身も切っておきました。ではでは、こちらのお寿司からいただきましょう。醤油をつけていただきます。うん、最高ですね。で、島味の甘い脂が口の中で何とも言えないハーモニーを醸し出しております。次はこちら、これうまいよ。島味のお吸い物、今日はお豆腐とネギで。うわー、うめえ。天然物の島味なんで油が全くくどくないんですよね。いい油持ってます。で、また豆腐がいい、豆腐がうまい。で、ちょっと箸休めにお刺身、この油の乗ったお腹のところをいただきます。うん、お腹の方はだいぶシャキシャキしてますね。油の乗りも最高です。はい、ということで今日はこちらの島味のお寿司、お吸い物、お刺身ときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。これ待ってたんですよ。緑色のやつだと思ったでしょう。今日は銀色でいきたいと思います。いいよ、いいか、よし、OK。はい、こちら7対3ですね。いただきます。調子いいわ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は7キロアップの巨大な天然島味を使ってお寿司、そしてアラでお吸い物を作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかった。脂の乗ってるお魚はあのお吸い物とっても美味しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。でもお吸い物って素材の味がもろ如実に出ますんで、やっぱり下処理すごく大事になってきますんでね、しっかり鱗と血、そしてぬめりは取って、一度霜降りしてお吸い物作るととっても美味しいお吸い物できます。養殖物の島味もとっても美味しいのでね、皆さんもぜひスーパー等で見かけた際にはチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。